トロイ・トロージャンズ・トロイ・トロージャンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州トロイ市を本拠地として、1879年から1882年まで、メジャーリーグのナショナルリーグに加盟していた野球チーム。1878年のナショナルリーグ拡充の際、ニューヨーク州トロイに本拠地を置く、新球団の設立が認められ、翌1879年に、 トロージャンズが創設されてナショナルリーグに加盟した。1879年当初ホーレス・フィリップスを監督としたが、なかなか勝てずに同年8月で解雇。後任のボブ・ファーガソンがその後ずっと監督を務める。当初攻撃の中心は一塁一種だったダン・ブローザースで、ブローザースが移籍した後は強打者のロジャー・コナーが攻撃の中心となった。 1880年には後に300勝投手となる、ティム・キーフとミッキー・ウェルジ、保守として、バック・ユー・イングラーが加入。チームの勝率は5割近くまで引き上げられた。チームは4年活動し、シーズン勝ち越しはなかったものの、上記有望な若手をたくさん抱え、チームの将来も期待されていた。しかし財政面の問題から1882年のシーズン終了後に、チームは解散。 球団の権利は、ニューヨークのジョンビーデーが買い取り、所属していた選手たちは、デイの所有するニューヨークゴサムズとニューヨーク、メトロポリタンズへ移っていった。トロージャンズが破綻した際、ナショナルリーグ機構は、財政問題が解決できれば、新しいチームを再びトロイに置くことを約束していたそうだが、その約束は守られていない。ありがとうございます。